てってでーあこの中に入ってるんです。 あららかわいい。これは1個ではないみたい。おかえりバンドケバンバンディとバーンブンちゃんです。福袋追加したよ毎年実は気になってた福袋があってあったんです。運様が特になんか今年はね大荒れしてるみたいなんですよ。それがこちらついに買いました。高知の福袋です。高知の福袋ついに買いましたよ。もう何年も買いたいなと思いつついくらしたんですか。ね、これはね68,000円。6万8000円シャキンシャキンシャキン。一番高いのが98,000円。おでこれが68,000円。2番目38,000円。28,000円。なんでこれ2つあるんだろうね。バッグか。あそうだね。レディースバッグ福袋とレディース福袋で68,000円がそれぞれあって、これはレディースバッグだと思う思うなんか小物とかが入ってるってことじゃないのかな。レディース福袋には、うん、これはバッグです。ああ私はこれはバッグを買ったのね。あの財布とかいらないから。レディースバッグ福袋ね。そうこれはバッグが3点。どんなもんお得になってるはずなはずな。総額27万円が入ってるっていう。6万8000円で、うん、おかしいねそれはというわけで早速開けてみましょう。はい、ちなみにさっき神社行って、あそうそうおみくじ引いてきたんですけど大吉でございました。大吉出ました、はい、おめでとうございます。期待値今高いですよ。だからこれで言うと交渉取引とかですかね、うん、強気でことに処しても全てうまくいく。だったらさ一番高いやつでよかったんじゃないのやっぱお財布事情がね。お財布事情、私にはこれが限界です。じゃあ開けていきます。はい、27万円相当。3点入ってるの。3点です。10万10万7万みたいな。15万7万5万みたいな。1個リジもご機嫌です。1気になるね。開けるよ。てってでーん。あ、この中に入ってるんです。 あららかわいい。これは1個ではないみたいですね。この中に3つ入ってんの。バッグ3点レディース福袋って書いてあります。これはでもいいかもしんない。まあ確かにこれかわいいね。6万8000って書いてある。福袋の値段が書いてある。コーチって書いてあります、うん、すごくここの質感がもういいからそこは。じゃあ開けますよ。はい、パズルはピンクかな。ピンクとか嫌だな。嫌だな。すいません。いきます。ピンクでーす。まあ、うん、まあ、まあ、でも落ち着いたピンクだよね、まあまあまあ。服装によっては全然。全然あり。じゃんじゃじゃーん。いや、大きいやつじゃなくてよかった、ピンク。確かに。ショルダーの紐もついてます。調べます。はい。非常に可愛い。ピンクのハンドバッグ。兼ショルダーバッグですかね。でもこのサイズぐらいの方が実は使い勝手良かったりしない？すごい差がありますねこれ。あ、ネットだと、うん、公式の定価を書けばいいじゃないですか。もう公式で売ってないってこと。うん、中古だと1万2000円とか。あ、なるほど。春はいいかもしれない。そうだね、春色。というわけで1個目でした。じゃあ2個目、うん、大きいの最後にしよっか、うん、2個目はこれ何？ちっちゃい。いや形、これの時あった給食の牛乳が三角じゃじゃーんあれこれ、なにこれ。あれじゃん、遊戯王の。これハズレだよね絶対これパックなん。千年パズルだよこれ完全に千年パズルだよこれ。高知の千年パズル出てきたこう。あ、そうだね。嘘。ネックレスの物が入るネックレス。いやね、これはそれ出てこないね。え、出てこないの。逆にもう高知千年パズルって調べた方が出るんじゃないの。高級ブランド高知がどっからどう見ても千年パズルにしか見えないバッグを発売した。いつの話する2020年です、ね、あ、じゃあ2年前なんだ。もう4年、3年4年前です。私たちに千年パズル送りつけてくるとはなかなかですねちょっと話題になったんですね高知の千年パズル。千年パズル
千年パズルで当たりました。バンディが使えば、これ当たりだよ、そういうネタ的な意味では。千年パズル。千年パズル、コーチの千年。これ後でツイートしていい。千年パズルないです。全然物入んないからね。まあでも可愛いけどね。まあ、男の人は好きかもしれない。お値段は99,000円とのことって書いてある。99,000円なのこれ。実は結構レアなのかもしれない。レアかもしれないですよ。もしかしたら高く売れるかもしれない。高く売れるかもしれない。これ欲しかったんだよねって人もいるわけですから。いると思うよ、多分探してる人。だってこんだけ調べても出てこない。千年パズル欲しかった人いたはずなんで。さあ行きましょう、最後。はい。行きますよ。じゃじゃーん。あ、いいんじゃないですか。ピンクに見えなくもないけど。ベージュ。ベージュだね。使いやすいかもしれません。いいですよこれ。サイズも面白くない？なかなか、うん、今持ってるドレッドもサイズが違うんで。そうだね、黒以外が良かったんで黒持ってるから。お、なんか水色だ、すごい。本当だ、かっこいいじゃん。これがいくらなんだろう。もう同じシリーズですね多分。セカンドストリートで 16,390円で売ってます。ショルダーでもトートみたいな感じですかね。この長さだと肩に入れれるような。あ、そうなんだ、うん。外側が赤くて内側が青いですね。定価で計算してあげないと。これが99,000円、8万。まあまあそんなもんになるんじゃないですか。どう思いますか皆さんは。コーチのバッグ欲しいけどどれが欲しいか分かんないっていう人はいいんじゃないですか、うん、自分で選べないっていう人はこれで大満足だと思うし、僕もね携帯のケース福袋で買ったんですよ。携帯のケースってマジで何選んでいいか分かんないから、なんかこうやってこれでどうぞって言われたら、あ、これつけますってなるから、そういう感覚なんじゃないですか。というわけで大吉の妻がコーチの福袋を買ったら千年パズル、千年パズルが出てきました。変な結果。可愛いから。やっぱりちょっとネタ感あるな。これ背負ってきたらみんな突っ込むもんな。えって。ありがとうございました。ありがとうございました。また来年もね何か挑戦したいなと。コーチはねリベンジしたい。リベンジしたい。どうするのこれ。使うよ。使う。もちろん。というわけで以上でございます。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録をお持ちしております。お待ちしてます。X、Instagram、TikTok もやってますのでぜひそちらのフォローもお願いします。はい。今日のコメントテーマはこのコーチの福袋当たり外れ。あなたの意見を書いてみてください。それでは皆さんいってらっしゃい。いってらっしゃい。当たりだよ。